で、どれ？それ言うかね。どれ？フライパンの水を捨てて、お湯で沸かしちゃったり捨てて、そのかけて。はい。それから、角切りの牛をこうできちゅうけ、なかってね、それだけしかなかったがやき。コロコロのサイコロの下にある。250g 入れないかんけど、なかった、それだけしか。土佐和牛って書いてある。そうよ、土佐和牛しか買わんもん。はいはい、それ蓋これも開けちょいて。蓋？ああ、これ。で、何でする？普通サラダ油で買いちゅうけど、オリーブ油使う？どっちする？好きなように。どっちでやったらいいの？オリーブ油にする？オリーブ油でサラダ油にする？いや、だからどっちにしたらいいの？わからんもん。箱言わす、それか見てごらんよ、サラダ油で買いちゅうわ。もうオリーブオイルでやる？余計の方でやってよ。どっ量ち？が余計ある方、それはサラダ油が多い。新しい方でやっても古いのはいいか。サラダオイルでやるわけ？いや、その箱絵は書いてあるけど。で、どっちを進むんかな？これ？これでいい？どれぐらい入れる？あんまり OK で言ったらいいか。見てよ。どれぐらい？このぐらい？どれ？フライパン見せて。どれ？それで色、油あんまり使う方がいい。牛をさっきコロコロ転ばして。コロコロ入れていいの？はい。手で入れたらいかん、手が汚くなるから。混ぜる、あれがある。それでやって。しゃもじ言ったやつ。それで、それは炒め物するかな。そうやもん。全部入れていい？沸いてから入れないかんけん。そんな聞いてないからわかりません。沸くいうか、熱してから入れない。違う、もう取ったらいいじゃん、一回。我慢、もう置いときなさい。ただ言ってくれんとわかりませんよ、常識。みんなわからん。そうよね。うん。それはね、濡れちゅうから拭きなさい。自分の中で常識やって。パタパタパタ。パタパタパタって何？お水が落ちてますよ。パタパタパタ。そう。ポチポチポチ。初めて聞いた。ポタポタポタ。そういうことやね。もう入れたらいい、全部。入れていい？全部入れて。純油？純とは言わん。純油のか、ほんとやけど。純とは言わん。重々はいい。まあ、重々で言えば。それが、色がちょっと変わるまで炒めて。おばあちゃん楽になる、嬉しい。まあ、でも、急ぐとき、はようせんって感じはやってもらうというか、ようせん、はようは。はよ、転がしちゃらんといかんわね。言うてくれんとわからないね。そんなこと。両面、角切りやから、4面が黒になるば転がらないから。黒にって色が変色するまで。変色って、美味しそうじゃない？色が変わるまで。そしたら、ひっくり返らんわ。どうやってそんなんせえんでもコロコロ回してごらんや。だからひっくり返らんって。そのね、フライパンを回して揺すって。ひっくり返った、これ全部。もうちょっと火をきつうにせないかん。とろい。そんな見よらねえかん。中火。今分からん。これぐらいかね。中火。ほんで、
フライパン君、それこそあんたこないだしよったみたいにしてして。だって、この油飛び散らんかね。散らんてん。こうやって。うん、やりよったよ。そうそうそう。色が変色するまで。なんで変色であんま美味しそうじゃないの。焼き色がつくぐらい。そうそう、焼き色がつかないから。こんな感じ？ついた？そしたらね、うん、ついた？まあほぼほぼ全部の面へついた？見てみなさいよ、こんな感じは。ああ、はいはい、そしたら野菜を入れて。全部入れる？全部？玉ねぎ、まあ入れて入れて、かま、全部入れる？うん、もう入れやもん。全部やね。はい。それがね、うまみを出すコツやと思うおばあちゃん。ほんでそれをんと炒めないかん、うん、これカレーちょっと生姜入れても美味しいんじゃない。ニンニク入れる人おるね。生姜、生姜は入れんろ。いや入れても美味しいかもしれない。いやいや、ニンニクは入れよったけど、うん、こがさんように、こがさんように炒めて、それこそゆすりながら。そんなアローで入れたらいかんのに、汁が入るからもういいのに、そんな捨てなさいや。しんなりするまで炒めてください。はい、いかゆすらんと。ゆする、うん、動かしながら。これだけ入ってたらゆすれ落ちそうになる。上手にゆするやん。あ、ちょっときついね、火が。火加減っていうのが大切な気、見ながら。焦がしたらいかんのね、うん、シチューなんかは絶対焦がされん、うん、カレーはもっとかまんけど、うん、塊が切れてない。でんぷんでこれくっついちゃうやろか。熱い。本当はね、玉ねぎを一番先入れてね、うん、炒めといて、ほうからバラバラじゃけんど、もうおばあちゃん一緒に入れなさい言うて、うん、もうらっきょうで言えばね、肉が焦げてくよ。ほんで全体をこのまま、それがコツ。しっかり炒めるというのが甘みが出て、あの旨みが出る。水から入れて炊いたりしようけど、あんなの、うん、コクが出んと思うけどね。そういう人もおるけど、おばあちゃんは炒める。おうおう何おかしい。そこらあたり、そこらあたりチリ探す。何？そこらあたりチリ、具材がチリ。食べてないやない。何？焼けよるよ。うん、下で見えるもん。ちょっとしんなりしてきたのかね。とにかくね、やりよなんというか、うん、やりよったらね、順序も分かってくるしね、おばちゃんのいちょりっていうようになる、うんうん、そうそう、本当はおばあちゃんよりができると思うのね。焦がしなさんだよ。うん、肉は焦げそう。しんなり。しんなりしてきたよ、なんとなく。まだ透明にならんといかんで、玉ねぎが。